さかのオージー5人ピックアップでヤバいわよ。殴る赤、ハージもあるよ。ということで今回は、お正月衣装で新規にかよこさんとはるかさんが実装されたので、ガチャを回していきましょう。視聴者は兄貴たちはお正月衣装のかよこちゃんとはるかちゃんはゲットできたかな。去年のイベントで立ち絵だけ公開されてたから、実装待ち望んでいた兄貴も多かったわず。怪我をされた方はいらっしゃいますか？10連目からはるかちゃんを出してくれるブルアカは神だな。これからもついていくぜ。僕はずっと待ってた。クリスマスプレゼント、あっち向いてホイをやるべき。悪いな、今日はお前と遊んでる暇はない。お次はかよこちゃんガチャ。ブルアカの20連目は遊ぶからな。平気平気。私が来てもよかったんでしょうか。うるせえ、行こう。麦ら、そういえばこの前のサバ落ちはほんと大変だったね。僕は結局2日間ぐらいログインできませんでした。みんなかよこちゃんとはるかちゃんを欲しがりすぎだろ。ごきげんよう。確かにサバ落ちはしましたが、公式の丁寧な説明と他のアイテムも充実していたので、運営を応援する声が多かったですね。初調説明文とやけくそ補填してくスタイルスコスコ侍ですわ。3000石20連ガチャ引け、それにアイテムたくさん、これなら文句なしだよな。いやー先生お疲れ様。でも最低保証はやめてください。私たちの物語が始まります。最低保証の次は何を出せばいいかわかるな、アロナや。おうおう、こんにちは先生、アロナチャンネルのお時間だよ。うわー、試練が怖い。アロナちゃんは2度刺す。苦難に負けそうな時、私が一緒に。畜生、補填アイテムなんぞに騙された僕がバカだった。ブルアカは超課金ゲーム。やっぱりブルアカはユーザー第一の有料企業だな。これからもついていくぜ。仲良し部最高ですわ。仲良し部しか勝たんですわ。虹だ、虹を出してくれ。ごきげんよう。あ、本の中の物語のよ、ご主人様と一緒に楽し、本の中の物語のよ、ゲヘナ学園さあ、すごい。私の名前は、はかりあつこ。先生は、私に何を望むの？それが私にできることならいいけど。つまり、何を意味する？配信のコメントで仮面つながりであつこちゃんを無名の司祭扱いしてはいけない。気づいたら先生たちに大人気の存在と化している無名の司祭。語録が便利すぎるんだよな。あと無名の司祭のエッチなイラストが意外と過酷はかどるのも困る。意外と手が綺麗だし中身は女性の可能性もあるんだよな。エッチなもの、そういうのはダメ。見つけたら全部没収、焼却。アロナちゃんや、そろそろ本気を出していいんやで。金がいっぱいだな。条件はクリアされました。うわ、ふっとい。私たちは今日この瞬間を絆と定義し、ゆうかちゃん賢いのに恥ずかしいセリフ言っちゃうの好き。メロンパン買ってきてください。買ってこいや。青封筒ばっかり。ゲヘナ学園世界観でやってるよ。あげません。お腹が空いたらいつでも私。折り返しの100連目。おい、その先は地獄だぞ。カーラーの。救いはないんですか？ごきげんよう。ラッキーアイテムとか。こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。110連目、先生、待てるの早すぎる。加減しろ。本の中の物語のように。勝てるわけがない。伝説のスーパーサイヤ人なんだぞ。物語が一応いつもの可愛いアロナちゃんだと思ったら大間違いです。最終決戦でスーパーアロナちゃんに覚醒したから手強い。そういえば課金画面のイラストにプラナちゃんが加わったイラストが追加されたのには気づいたかな。あの可愛さならついつい課金しちゃうよね。大丈夫です、お金なら。説明や解説は必要。それより虹が出ましたよ。
かよこちゃんを頼むぞ。試練が怖いとき、本の中の物語の、むむむむ。新年だから新しい服なだけ。今年もよろしくね、先生。かよこちゃんを正月衣装に合いすぎだろ。若おかみ感がすごい。誤解しないでね、先生。顔が怖いってよく言われるんだ。速攻で脱いでる。着物といえば、脱がしやすいことで有名な衣装。まさかのお目当てだったかよこちゃんとはるかちゃんを天井前でゲットできちゃいましたね。セクシーメメリスちゃんがガチャで負けるわけないだろ。やっぱりアロナちゃんはできる女だな。好きなんだろ、こういう女の子がさ。せっかくだしプラナちゃんも確定演出で登場してくれたりしてもいいのよ。ここからはお正月セリカちゃんガチャを回していきます。せっかくだし実装紹介 PV も見てみよう。お守り。ここめちゃかわ。変わるといいね。新規一点。行くよ。今年もいい一年でありますように。若おかみかんすこ。新年には、許さない、許さない、許さない。私で合ってますか？いいんやで。大丈夫でしょうか？で、不安なのよ。許さない。の道も一歩からブルーアーカイブ。運命にあってて最高かな。勢いが乗ってるし、このままお正月セリカちゃんもゲットだ。お正月キャラをコンプしちゃうぞ。すでに限定キャラのお正月アルさんとムツキさんはゲット済みでしたね。まあその時のガチャは天井まで回した過酷なものでしたが、お正月キャラはコンプする。覚悟を決めるぜ。お前はこの選択を未来永劫後悔するだろう。おごるな。やっぱりアロナちゃんはおごってくれる気前のいい女だぜ。怪我をされた方はいらっしゃいますか？ごきげんよう。あ、説明や解説が必要。ゲヘナ学園急所。小さいからって舐めないで。怪我をされた方はいらっしゃいま、怪我をされた方はいらっしゃいま。怒ってないから。さあ、来い。今から何をすればいい？教えて、先生。まず上着を着よう。エイミちゃんの過酷で様子で、君が覚悟の過酷で2過酷 DAN されちゃう。やばいやばい。ツイッターで消されたエイミちゃんの公式4コマもすこ。むむむむむ。ご主人様と一緒に、ミレニアム学園。の天使がゲヘナ学園急所。星さんが出るまでめくっていくこの時間好き。怪我をされた方はいらっしゃいます。ミレニアム学園正義実現委員会。ご主人様と一緒に。さあ来い。 SRT 特殊学園ラビット招待のソライサキだ。でシャーレの共犯はどこにある？ラビット招待が出た瞬間、配信で収葬コメントが流れる模様。実際の熟すると結構匂うんですかね。これです、これ。この匂いがたまんないんですよね。やばいですね。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。180連目。アロナちゃんのやけくそ補填のおかげでぴったり天井分まで足りそう。ブルアカの再生保証は環境に良いからな。給食部のジュリと言います。お腹が空いたら。そういや、市長ものは兄貴たちはプレ先生の大人のカードは砕いちゃったかな。僕は今回は砕かず温存しといたよ。あれは使わずずっと置いとくんじゃなくて、クロコが実装された時に使いたい派です。モロチン人それぞれだけどね。クロコが実装されるのはいつになるかな。3周年ぐらい。私に任せてください。お前が欲しい。
そして親の大人のカードより見た天井です。親の大人のカードで天井はマジでやめとこう。天井、よし。ミレニアム学園、音瀬こたま先生の声が聞こえたのでここに来ました。ブルアカガチャは我々無名の司祭のガチャ石を代弁するのみ、己の石を持てると思うな。200連でキャラをおごるなぁ。でも1天井でコンプできたからブルアカに感謝。これミコさんの格好だよ。え、コスプレ？違ってば、れっきとしたアルバイト。ラキスタの鏡みたいにゆるキャラを目指そう。ということで、お正月キャラコンプ成し遂げたぜ。素晴らしい式だった先生。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、5キャラピックアップ浜田序章に過ぎない。理解できぬと言わずに財布を捧げよう。あと今回のサムネは牛虎辰巳さんにお借りしました。ありがとなす。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。はぁ、葵ちゃん超チチチチチチルーン。はぁ、葵ちゃん超可愛かったですね。また会いたいな。